ランポは、イタリア海軍の駆逐艦、ホルゴーレ級の一隻である。1930年1月30日に、帰港。1931年7月26日に、浸水し1932年8月13日に、収益した。1940年7月、カラブリア沖海戦に参加。1941年3月、 駆逐艦4隻水雷艇1隻と共同で北アフリカへの船団の護衛に当たった。4月、駆逐艦3隻と共同でトリポリからナポリへの船団の護衛に当たり、同月に駆逐艦、ルカタリゴ、バレノと共にナポリからトリポリへの船団の護衛に当たった。その途中の16日にイギリス海軍の攻撃を受けて船団は全滅し、ランポも大破格座した。 8月8日に引き上げられ、修理の上1942年5月に最終駅した。1942年7月、ランポは、エーゲ海からベンガジへの船団とベンガジから、ブリンディジへの船団の護衛に従事した。7月、バーリから、エーゲ海への船団を、駆逐艦一隻水雷艇一隻と共同で護衛する。12月、水雷艇一隻と共に、タンカーの護衛中に、 敵機の攻撃を受けタンカーが損傷した。同月、北アフリカから、シチリアとパレルモまでの戦団護衛に従事、その後も北アフリカとイタリア間の戦団護衛に従事した。だが1943年4月30日、ランポは、駆逐艦、レオーネ・パンカルド、ドイツの駆逐艦ヘルメスと共に、チュニジアへの兵員などの輸送中、ボンミサキ沖で爆撃により沈没した。 ありがとうございます。